はい、ホナパンです。では引き続きのび太の牧場物語遊んでいきます。よろしくお願いいたします。今日は2年目の春の19日目となっております。どれを開こうかな。じゃないな。よし、じゃあ今日はコロボックルが来てくれてるんで、また仲良くなるところだけやって、あとは木の伐採とか終わってるので、ガラクタ集めですかね。をやっていきましょうか。あれ？微妙なものばっかりできてるな。8日あるから、もうこれ使っちゃおうか。よし、動物のお世話が終わったので、まずはイルカさんのところだな。さーて、今日は何をくれるかな。そろそろいいもの欲しいな。いいものダンクル。これいくらぐらいしたっけな。なんか安かった気がする。ブブー。カジキ。残念。ってなった以上はあれか。魚の。魚なんか一匹釣らないとあれだな。ダメだな。ちょっと物が多すぎるようだな。よし、なんか釣りしよう。一回だけ。ああ、いいけど、あれだな。時間がないな。先に、あれか。こっち行かないといけないな。よいしょ。ありがとう。おはよう、おはよう。で、ランチがいない。あ、いたいたいた。よいしょ。早く行かないとブラスクが逃げちゃう。あ、いたいたいた。よいしょ。ありがとう。おはよう。なんか、お手伝い。あ、キサラだか。断らないとな。ありがとう。なんか作れる？金のクワか。余ってるから作ろっか。うん。あららら。またこっちで作ってしまった。あと金のハンマーで終わりか。一旦。うん。よっしゃ。金のクワは9マスかな。ちょっと一応試してみよう。おお。体力は9減るよな。うん。まあけど、楽にはなったな。うん。じゃあ、いらないものを、売って。で、あれか。一回釣りしないとな。
ここの浜辺で行くか。よいしょ。さて何が釣れるかな。中サイズ。うん。タコでいいか。手紙が入ってる。ママと喧嘩しちゃった。キノコが苦手なんだもん。うん。よし、じゃあ、あれだな。ここの動物と仲良くなりながら、サイクル場に行ってきまーす。完全に時間過ぎてましたね。ちょっとこっからこう渡すのがちょっと大変だな。で、ティラルちゃんがあれか。お手伝いか。あ、リンゴタルトなくなっちゃったな。どうしよう。で、ヘレンさんいるから、卵あげよう。冷蔵庫に。はい。ありがとう。こんにちは。で、あのおじさんが出てくるから、おやつあげよう。さてまた、採掘場やっていきまーす。はい、なんとか地底湖に来れたんですけど、今日は全然あれですね、宝石が手に入らず、しかも、ひどいな。ガラクタも4しか入らなかったか。いやー今回ひどいな。よし、ひどかったからもう、釣りするしかない。うん。いいの釣るしかない。2回ぐらいはいけるな。うん。至って普通な大きさだな。よし。よいしょ。アンコウさん。さて、次はなんだ？さすがにラブカでしょ。うわぁ、ひどい。よし。ヌタウナギ。ちょ、あなた、どうしたの急に。びっくりした。資材置き場。あれ？ちょ、動揺しちゃって何を、あ、そうだ。ガラクタだ。ガラクタ47ね。まだまだだな。で、なんか季節の、まあ、変わり目ぐらいに雨雲とか作ればいいから、とりあえずあの、釣り竿を手に入れるところから目指そうかな。200から。一番ハードル高いですけど。ガラクタ200集めるのを、まず、先決しよう。うん。はい。では。今回はここまでにしたいと思います。明日もあれですね、コロボックルが来てくれるので、また、採掘か釣りかみたいな感じでやっていきたいと思います。はい。
では、ご視聴いただきありがとうございました。のび太くんおやすみなさい。